っ暗。うわ、眩しい。はい、というわけで今回はね、前回紹介した原市の森をね、探索したいと思います。こちらですね。サムネには映ってないんだけどね、まあ、前回ね、埼玉県の穴場スポット2カ所紹介しますの動画の2カ所目ですね。昼間に行ったんですけどね、その時間帯も結構そうとしたジャングルでした。はい。で、今回夜間ということでね、夜間に行った方が取れ高高いんじゃないかなっていう風に思ったんで、はい。これからちょっとね、堪能していきたいと思います。はい。大丈夫？見えてる？懐中電灯結構明るい方だと思うんだけどね。うわ、寒気する。ちょっとこの辺来たら寒気してきました。はい。大丈夫でしょうか。Google の口コミの一部に一応心霊スポットとは書いているんですよね。一部。まあ本当かどうかはね、この目で確かめていきたいと思います。はい。すっごい静かだね。さっきまでカエルの鳴き声聞こえたんだけど、うん。正直言うとね、結構緊張してます。はい。まあ、心臓すごいバックバックってわけじゃないけど、あ、まあ、緊張感漂う感じね。逆になんかゴキブリ200匹いた方が怖くないっていう感じがあるね。うん。懐中電灯なければね、もう真っ暗だよ、本当に。2、3メートル先とか見えないから。背後怖いよね、背後。コメントの一部に、まあ、心霊スポットとか死体遺棄とか、殺人現場とか、そういう情報も、あったりとかしたんだけど、ね。それは多分ね、デマだとは思うんだよね。一応。すごいジャングルだね。結構ジャングルです。はい。いやでも普通に怖いよ。うん。ちょっと熱帯雨林みたいなね。草木がすごい生い茂っております。何これ？ちょっと見なかったことにしよう。なんかビニール袋みたいのがあったんだけど、何なんだろうあれ。気になるな。で、向こう側ってもともと、なんか土木工事やってた方がいたんだよね。ちょっと意味わかんないさ、ビニール袋あったんだけど、あれは何だったでしょうか。いや、死体ではないよ。死体だったらもう匂ってるもん。無臭だったからさ、多分違うと思うんだけど、多分じゃねえよ。絶対違うけどさ。お、蜘蛛の巣よう見えんな。蜘蛛の巣がよく見えます。はい。いや、ホラーゲームしてるような感覚と一緒だよ、今。多分類似のゲームで言えば、あれっすね。ゼロっていうホラーゲームあるじゃないですか。ゼロなのか、レイなのか。ちょっと緊張して頭が回んないんだけど、ゼロっていうプレステ2からあるゲームなんだけど、幽霊を、その写真のフラッシュカメラで撃退するっていうゲームがあるんですけど、雰囲気がね、そっちに似てんだよな。それかもしくは、Wii U の呪怨か、プレステ2のサイレン。プレステ3もね、発売されているんだけど、プレステ2の方が一番ピークでしたね、あれは。うん。ゲームの話してもね、全然盛り上がんないんでね。もうこの場でどう感じるかっていうのをね、実況したいと思います。はい。
ちょっとね、慣れた、が邪魔だな、がは。が邪魔だな。で、出入り口が確かね、こっちから行くか。こっちあれだよね、野球場ある方だよね。出入り口2、3箇所ぐらいあったと思うんだけど、野球場の方と駐車場の方か。あとあれか。あの、休憩所のある方も一応出入り口か。で、さっきのスタート地点は別個だよね。うん、計4箇所か。そう。後ろすっごい真っ暗だもん。怖いよ、本当に。うん。ちょっとね、長時間居候したいと思います、今回は。緊張してるよ、本当に。これ階段降りてる時にさ、誰か押してくるんじゃないかなっていう恐怖心があってね、俺はすごいね、たまらないよ。これ後ろ誰か映ってたらね、結構ね、期待値が高い。うん。で、一旦降りて、で、またね、Uターンして、一通り、ここのジャングルはどういうところなのかっていうのをね、ちょっと肌で感じたいから、はい、行きたいと思います。これね、心霊スポット紹介するんだったら、ぜひその、心霊好きのさ、女の子いたら、俺に紹介して。うん。あれだからね、リードするから俺が。この主体性のない俺がさ、リードするからって言ってもね、全然信頼感がないっていうパターンだよ。うん。さっきのさ、序盤の方のさ、入り口進んでいくうちにさ、すごい寒気感じたんだけどさ、今全然そんなに感じないね。あれ、なんだったんだろう。なんか気温がマイナス2度ぐらい違ったんだけど。あれ、なんなんだろうな。ちょっと不気味だな、本当に。こう、他に誰かさ、徘徊してるわけじゃないんでしょ？うん。徘徊してたらしてたで、こんばんはって言えばいい話だけどさ、それ以外にもさ、なんだろう、殺人鬼みたいなやつがいるかもしれないじゃん。ジェイソンみたいな、13日の金曜日じゃないけどさ、というか今日金曜日だけど、うん。誰かなんか、襲撃してくるような、なんか人的恐怖を感じる。幽霊以外にも。うん。で、カメラとかだとさ、音声で誰かの声拾ったりすることたまにあるんだよ。うん。前回行った、蓮田の寝ヶ宿公園っていうところは、男性の声が聞こえたんだよね。一回だけ。それ以外はね、なんか、微妙なんだよね。うん。さ、あそこの蓮田の寝ヶ宿公園もね、一応友人から心霊スポットとは言われているんだけど、結局はすごい微妙なところだったね。うん。だいぶ昔だけど、その時も動画撮影してて、女性の声が聞こえたんだよね。うん。だから今回も、ハライチの森でも、そういうのが聞けるといいかな。あ、これがあれか、例の駐車場か。これどこの駐車場なんだろう。地図で見た感じさ、パチンコ屋が近くにあるんだよ。パチンコ屋。リッチランドアゲオ。あると思うんだけどね。ないかな。この駐車場何なんだろうね。どっから入れるんだろう。不思議だな。俺映ってる？映ってないか。うん。じゃあそのまま戻っていただいて、で、まだね、行ってない道があるはずなんだよ。結構分岐ルートがあったから、普通に、うん、行けると思うよ。これさ、逆にさ、長丁場のしすぎでさ、ここの管理人に怒られないかな？大丈夫かな？逆に。そういう人的恐怖はあるんだよね。うん。まあ、昭和のおっちゃんじゃあるまいし、そういうのは今時あんまりないかもしんないけど、人の私有地だったら、それは普通にあるからね。うん。ここって何なの？ハライチの森っていうところは。公園なの？それともなんか、雑木林を残した感じ？
古い時代から、2000年以上前から、縄文時代から残された雑木林みたいな、そんな感じかな。やべえよ、本当に。ディズニーランドのさ、あれなんだっけ、白雪姫のライド系のお化け屋敷みたいなやつあるじゃん。あれ乗ってるような感覚。こっち行ってないよね、多分。前回こっち通ってなかったけどさ。かすかにね、もっさりね、音が聞こえるんだけどさ、人の足音じゃないよね。なんか、野犬とかそういうのじゃないよね。こうなんかの倉庫があります。こうなんか、ワインレッド色の倉庫があります。はい。何なのかは全然わかりません。多分おそらくね、土木関係の人が管理されているのではないのかなと思います。ここも若干あれだね、開けてんな。うん。怖いな。普通に怖いわ。うん。普通に怖い。やべえな、野生的だな。いや、でもこの辺人工的に植えられた木々だと思うんだけど。うん。普通にね、不気味。すごい久々に歩いたな、こういう雑木林の中。約、3年前かな ?3 年前 YouTube であげたんだけど、薬師堂の巻という秋ヶ瀬公園の近くの、まあ、心霊スポットがあるんだよ。あそこ歩いた以来、こんななんか真っ暗な雑木林歩いたなって思った。あれなんか明かり見えんな。だいぶなんか出入り口から近い?あれで?あれだよね。この辺団地結構あったんだよね。確か原市団地かようわかんないけど。団地が結構集中してるよね。あ、普通に人いるわ。あ、あれがパチンコ屋か。じゃあ、さっきの駐車場違うんだ。うん。なるほどね。あれ、リッチランド、アギオね。おそらく。いや、スロットの調整どうなんだろう。気になるな。設定録入ってるのかな。特定日わかんないんだよな。後で行ってみよう。じゃあ行きましょうか。うん。人歩いてるんだったら全然怖くないじゃん。うん。幽霊っていうのはさ、やっぱり、一人のところに寄りつきやすいんだよね。うん。仮説悪いな。複数人いるとね、寄りつきづらいんだよね。うん。だから、そう。こういう外れたところも歩いていいのかな?まあ、やめとこっか。なんか変なのに噛まれたら、取り返しのつかないことになるから。うん。うん、今のところそんなに気配は感じません。はい。あれ?カエルの鳴き声一気に冷めたんだけどさ、これってどういうこと?ちょっとようわかんないわ。うん。一応この周辺は、田んぼ畑は一応あるにはあるんだけど、結構閑静な住宅街っていう感じですね。まあ団地もあればパチンコ屋もある。大通りに行けば、ドラッグストアとかそういうスーパーとかある。コンビニも多分2、3店舗ぐらいあるのかな?どっち行ってない?わかんなくなった。こっち行ったんだっけ?じゃあこっち行きます。前回多分向こう側行ったと思うんだよ。だから行ってない道歩こう。なんかさ、切り株が人に見えちゃうことなくない?たまにあるよね。切り株がなんか生首に見えたとか、そういう現象あるよね。なんか歩いたことあるような気がするんだけど、気のせいかな。ガチで言うけど。前回もこういうところ歩いたよな。なんか似たような道ばっ、あ、人いるわ。うん。
虫網持ってた。うん、虫網持ってた。何取りに行くんだろう。カブトムシとかさ、この時期にいるのかな。いないよね。まだ早いよね、旬としては。今の時期何取れるんだろう。気になるな。こういう木々にカブトムシまだいないよな。何捕まえるんだろう。気になる。いやー、虫取りいいな、本当に。なんか昭和風情漂うというか、今となればエモさを感じる。まだ通ってない道行きます。つーか、もう、どの道通ったかわかんなくなりました。でも多分この道は通ってないはず。おそらくね。うん。困るな、本当に。こっち行くか。思えばそこまで広くないんじゃないの、やっぱり。一通り歩いたんだけど。頭上注意。だってこっち側行ってもさ、駐車場出るんでしょ、多分。どこ通ったかわかんなくなった。ああ、こっち面白そうだな。でも一応こっち側行くか。こっち後で行きます。おお、なんかガサガサ言ってるけど、俺が踏んだとか。あれ？これあれじゃない？序盤に行ったさ、変な袋があったところじゃん。ね。そうだよね、多分。これだよ。普通に怖いんだけど、何なんだろう、これ。人じゃないよね。ちょ、道じゃねえじゃん、もう。一応行くか。通れねえ。うわ、なんか、雲みたいのが、頭についてる。ちょっとよくわかんないけど。俺将来さ、世界旅行行きたいんだけど、こういう、ジャングルとか砂漠とか歩いてみたいんだよ。一日中というか一週間ぐらい。だから、そういう熱帯雨林のさ、気候にも慣れていかないといけないなと思って。まあ今こういう風にね、冒険してんだよ。うん。やっぱりユタボンが言ってるじゃん。人生は冒険だって。うん。でもこれ通ったもんね。こっち行ったもんね。うん。じゃああれか、一通り回ったのか。これって。そうだよね。で、まだ多分通ってないのがこっちの方だ。うん。面白そうだなって言った道だね。うん。でも前回通ってると思うんだよな。どこ行っても似たような道。新宿駅と比べるとそんなにダンジョンじゃないかもしんないな。例えるとしたらどの辺だろうな。これ難しいな。池袋ぐらいかな。こっち行ったんだっけ？これどこがどこだかわかんなくなっちゃうんだよな。これ方向音痴の人とか一生迷うよ。本当に。多分、あれじゃないかな。朝日が昇るまでは、このダンジョンから抜け出せないっていう感じの。なんかドラゴンクエストをやってるような感じになっちゃうよ。本当にはっきり言うけど。方向音痴になるわ。うん。なんか他に道作んないのかな？なんかずっと同じ道歩いてるような感覚になっちゃうんだよな。これ見覚えあるもん、この道。向こう行くと多分野球場で、こっち行くとあれでしょ？駐車場出るっていうパターンでしょ？だったら、あれでしょう。できるだけ内側の道行こう。内側のところってまだ行ってない道があるはずなんだよ。それでなんか変わったものがあるかもしれない。
うん。撮影、あ、今20分撮ってるんだ。オッケーオッケー。いいね、カエルの鳴き声。ウシガエル捕まえてみたいな。捕まえてメルカリに売りつけたいな。それ、やっちゃダメなことだからね。すごい、しょうもないトークしてんな。延々と。もう何か変な現象とか起きてませんか？なんかあったらコメントください。あ、これ前回通った道やん。うん、これ前回通りました。普通に。なんか人影が いたりとか、なんか貞子みたいなやつがいるとか、オーブみたいなやつがいるとか、そういうのもね、全然言っていいので、コメントで。お願いします。うん。そうだね、今のところ何も起きてないね。そう、出入り口のところで寒気感じたところぐらいかな。違和感で言うなら。それ以外は特に、ちょっと顔に蜘蛛の巣引っかかるぐらいだもんね。後ろ怖いよね、後ろ。背後恐怖症の人はさ、本当に、やばいよ。背筋が凍ってしまうわ。うん。アラスカ並みに凍ってしまうわ。お、なんかこの開けてるところなんだ？通ったっけ？通ったよね、普通に。まあ、カブトムシとかヘラクレス捕まえるまであと2ヶ月ぐらいかな。早くて1ヶ月半ぐらい。ねえ。そういう虫系の企画も意外と取れ高高そうなんでね。ただ、あんまり昆虫捕まえるのってそこまで得意な方ではないので。はい。ご了承ください。なんか出口出た。あ、これ序盤のエリアか。序盤のエリアや。じゃあもう帰ろう。ありがとうございました。ありがとなす。はい。じゃあ帰ります。そう、この辺で寒気したんだよ。何なんだろうね。あ、今寒いわ。今普通に寒いわ。うん。ちょ、なんか植えてあるわ。あ、焚き火か。はいはいはい。これ迷うね、普通に。特に夜間とかはさ、もう本当にダンジョンの状態になってるから。怖いもの知らずの人とか全然行ってもね、楽しめるけど、女性の方とかさ、まだ年齢がそこまで行ってないさ、キッズたちはさ、こういうところ行っちゃダメだよ。うん。不審者とかそういう類のものもね、ああいうところ多いからね。気をつけた方がいいよ。うん。じゃあ、今回は、この辺にしちゃいましょうか。どう？尺足りてる？大丈夫かな？うん。あ、さっきのジャングルもう飽きてきたわ。俺、基本的に飽き性だからさ、そんなに長丁場できないんだよな。うん。そう、だからなんか修学旅行とかすごい退屈に感じるんだよ。うん。だからできるだけ自分のペースでパッパッパッって来たいんだよね。うん。一日目、清水寺、金閣寺、銀閣寺、なんちゃらかんちゃらみたいな感じで、短スパンで行きたいな。うん。じゃあ今回は、暗いな、俺。うわ、眩しい。ということで、ハライチの森、夜間での徘徊動画でした。ありがとうございます。また会いましょう。See you again.